やはり来たか。なんとなく君たちが来るのではないかと思ったよ。リシャール大佐、私たち女王様に頼まれてあなたの計画を止めに来たわ。まだゴスペルは稼働させてないみたいですね。今ならまだ間に合います。それはできんよ。なんでよ。そもそもオーリオールって何？そんなものを手に入れてどうしようっていうのよ。かつて古代人は天より授かったセプトテリオンの力を借りて海と大地と天空を支配したと。その至宝の一つが輝く輪だ。もしそれが本当に実在していたのだとしたら、国家にとってそれがどういう意味を持つか君たちにわかるかね。国家にとって周辺諸国に対抗する強力な武器を手に入れる。つまりそういうことだね。その通り。知っての通り、このリベールは周辺諸国に国力で劣っている。人口はカルバートの5分の1程度、兵力に至ってはエレボニアのわずか8分の1にしか過ぎない。唯一誇れる技術力の優位はいつまでも保てるわけではない。二度と侵略を受けないためにも我々には決定的な力が必要なのだよ。だからといってそんな古代の代物を当てにしなくてもいいじゃないの。10年前の戦争だってなんとかなったんでしょ。あの侵略を撃退できたのはカシウス・ブライトがいたからだ。だが彼は軍を辞めた。国を守る英雄は去ったのだ。そして奇跡というものは女神と彼女に愛された英雄にしか起こすことはできない。だから私は情報部を作った。諜報戦で他国に一歩先んじることもそうだが、あらゆる情報網を駆使してリベールに決定的な力を与えられるものを探したのだ。リベールが苦境に陥った時に再び奇跡を起こせるようにね。それって奇跡なのかな。何？私たちは遊撃士でみんなの大切なものを守るというのがお仕事だけど、でも守ると言ってもただ一方的に守るわけじゃない。どちらかというとみんなの守りたいという気持ちを一緒に支えてあげるという感じなの。それが父さんだって別に一人で帝国軍をやっつけたわけじゃない。いろいろな人と助け合いながら必死に国を守ろうとしたんでしょ。みんながお互いを支え合ったから結果的に戦争は終わってくれた。大佐だってその一人だったのよね。今私たちがここにいることだって同じだと思う。大佐の陰謀を知った時はかなり途方に暮れちゃったけど、それでもいろいろな人に助けられながらここまでたどり着くことができたわ。それだって奇跡だと思わない？でもそれは奇跡でも何でもなくて、私たちが普通に持っている可能性なんじゃないかって思うの。もしこれから先戦争みたいなことが起こってもみんながお互いに支え合えれば何でも切り抜けられるような気がする。わけのわからない古代の力よりそっちの方が確実よ。絶対に。エステル。さすがはエステル君、あっぱれなほどの前向きさだ。エステルさん、本当にその通りだと思います。強いな君。だが皆が皆
君のように強くなれるわけではないのだよ。目の前にある強大な力、その誘惑に抗うことは難しい。そして私はこの時のために今まで周到に準備を進めてきた。今さらどうして引き返せようか。一つ教えてください。どうして大佐はこの場所を知っていたのですか。何？女王陛下すら存在を知らなかった禁断の力が眠っている古代遺跡、ましてや宝物庫から真下にエレベーターを建造すればその最上層にたどり着けるなんて、あなたの情報網を駆使したって知り得るとはとても思えないんです。それは、そしてそのゴスペル、ザイスの中央工房をもしのぐ技術力で作られた謎の動力器、あなたはそれを一体どこで手に入れたんですか。答える義務はないな。違う、あなたは僕の質問に答えることができないんだ。どういうこと。ただあなたはこの場所に輝く輪という強大な異物が眠っていると確信していた。そしてその黒いオーブメントを使えば手に入ると思い込んだんだ。だけどそう考えるようになったきっかけがどうしても思い出せない。そうなんでしょう。それって記憶をなくしちゃった他の人たちと同じってこと？それがどうしたというのだ。強大な力の実在はこの地下遺跡が証明している。オーバーマペットにしても現代の技術では制作不可能だ。ならば私は私が選んだ道を行くだけだ。君たちの言葉が真実ならば私を退けてみるがいい。それが叶わないのであれば所詮は青臭い理想に過ぎ、とくと見せてやろう剣聖より受け継ぎし技を。言ってくれるじゃない。だったらこちらも遠慮なく行かせてもらいます。
せい。下がれ。
せい。下がれ。
Hup!
カシウス大佐の子供たちだが、一足遅かったようだ。しまった！噂には聞いていたが、市長のアーティファクトを停止させた光、停止現象なんだろうけど、今までのものとは違っていた。まるで何かが解放されたような。警告します。全要員に警告します。え？あの装置が喋っているんだ。オーリオール封印機構における第一結界の消滅を確認しました。封印区画最深部においてゴスペルが使用されたものと推測。デバイスタワーの起動を確認。
第一結界オーリオール封印機構。タミサ、これは一体。わからない。このような事態になることは想定していなかった。第一結界の消滅によりワカラの干渉波微量ながら発生。魔の守護者の封印解除を確認。全要員は可及的速やかに封印区画から撤退してください。和の守護者だ。これも古代文明のアーティファクトか。こんなものが封じられていたなんて。ゲート固定、動力供給再開、再起動完了。モード、イントルード&サーチ。座標確認。封印機構施設最深部。和の守護者トロイメラル、これより侵入索敵行動を再開する。
これは避けられまい。Yeah!
これは避けられまい。
まだ何かするつもりだ。モード、ジェノサイド、和の守護者、トロイメライ、これより殲滅行動を再開する。
終わりだ。
見せしよう、美の神髄よ。
これで終わりだ。Thank you.
動けなくはしたみたいだ。和の守護者か。どうやらそいつの目的はオーリオールを封印していたこの施設の破壊だったようだな。そして輝く和の封印と同時に扉の中で機能を停止したのか。輝く和をめぐって古代人同士が対立していたのか。あるいはしかし、肝心の輝く輪はどこに？なんと、まだ動けるのか？もう、体が動かせない。よっしゃ！エッセル！大佐、こいつは私が何とかする。早くここから逃げたまえ。でも君たちは今しがたこいつと死闘したばかりだ。私の方はもう動けるようになった。時間を稼ぐことくらいはできる。さんの権威を継いだだけはあるね。何をしている！早く行け！大佐！どうしたら？いいから行きたまえ！君たちとの勝負に敗れた時、私の命運は尽きていたのだ。
だから気にすることはない。私の計画は失敗に終わったが、最後に君たちを助けられれば後悔だけはせずに済む。やれやれ、諦めなければ必ずや勝機は見える。そう教えたことを忘れたか。まさか。今だ、とどめを刺せ。お見せしよう、美の神髄を。はっ。そうだ。これで終わりだ。みんな、ご苦労だったな。ただいま、エステル、ヨシワ。ずいぶん久しぶりだな。父さん？まだまだ爪は甘いが、一応修行の成果は出たようだな。今回は、合格点をやろう。なんでって言われても、ま、成り行きってやつ。どんな成り行きを。父さんも相変わらず元気そうだね。ほう、お前も少し背が伸びたみたいだな。どうだ、エステルのお守はいろいろと大変だっただろう。どういう意味よ。まあそれなりにね。でもそれと同じくらい僕もエステルに助けられたから、だからお愛子ってところかな。そうか、いい旅をしてきたみたいだな。はじめまして、カシウス・ブライト殿。僕の名前はオリビエ、帝国出身の演奏家ですよ。おお、君がそうか。一段落したら話を聞かせてもらおう。それと娘たちに協力してくれて感謝する。いやいや、とても有意義な体験でしたよ。それにしても見事な腕前だ。生ける伝説の技をしかと見せていただいた。ふん、まだまだ俺も修行中の身さ。カシウスさん、どうもお久しぶりです。これは殿下、半年ぶりくらいですな。囚われていたと聞いたが、お元気そうで何よりだ。エステルさんたちが助けてくださいましたから。そういえば今年の学園祭は
エステルさんたちと劇をやったんです。カシウスさんにも見せてあげたかったです。おお、そりゃ惜しいことをした。ま、和やかに会話してる場合じゃないってば。まったく、帰ってくるなり見せ場をかっさらって。やれやれ、どうやら片付いたようじゃの。おや博士、ずいぶん遅い到着ですな。お前さんが先行した後、マペットの群れに囲まれてな、なんとか撃退してからようやくたどり着いたが、どうやら全て片付いたみたいじゃな。ええ、いろいろと課題は残ったが、とりあえず一件落着でしょう。でも情報部に操られた大部隊がお城に迫っているんでしょ。確かに警備艇も来ていたみたいだし。父さんが来た時、地上の様子はどうだった？ああ、そのことならもう心配ないぞ。モルガン将軍に頼んで事態を収拾してもらっている。シードにも動いてもらったから、じきに騒ぎは沈静化するだろう。なんですって。なるほどな。ここに来るまでに仕込みをしていたわけか。目を覚ましたか。モルガン将軍には厳重な監視をつけていた。シードも家族を人質にとって逆らえないようにしていた。どちらもあなたによって自由の身になったわけですか。ま、そんなところだ。だがな、リシャール、俺がしたのはその程度のことさ。別に俺がいなくたって彼らは自分で何とかしたはずだ。いや、違う。やはりあなたは英雄ですよ。あなたが軍を去ってから私は不安で仕方なかった。今度侵略を受けてしまったら勝てるとは思えなかったから。だから頼れる存在を他に探した。あなたさえ軍に残ってくれたら、私もこんなことをしなかったものを。甘ったれるな、リシャール。貴様の間違いはいつまでも俺という幻想から解き放たれなかったことだ。それほどの才覚を持ちながら、なぜ自分の足で立たなかった？俺はお前がいたから安心して軍を辞めることができたのだぞ。大層。俺は、そんなに大層な男じゃない。10年前も、将軍やお前たちが、助けてくれたから勝つことができた。そして大切なものを守れずに現実から逃げてしまった男に過ぎん。父さん。だがな、もう二度と逃げるつもりはない。だからリシャール、お前もこれ以上逃げるのはよせ。罪を償いながら自分に何が足りなかったのかを考えるがいい。